ボブ君とデュオ解散しました。はい、まあ、結構ねやっぱいろんなね憶測がねやっぱ立ってくるんですよ。言わないとやっぱ理由を。また GW デュオですね俺は。なんか俺毎回 GW と組んでる気がする最近。ゲーム一億のハルキオです。今回はデュオのことについてねちょっと話していきながらちょっとソロアリーナねやっていきたいと思います。ということでみんなにとってやっぱ悲しい報告と嬉しい報告の2つがあるんじゃないかなと思うんだけど、まあとりあえずねちょっと初動だけちょっとやっちゃいたいなと思います。俺のね、うわもう先行かれた。俺のだったのに。これで行ったふりしたら、OK。俺は死にました。OK。とりあえず降りるかも。あ、いるぞ。なんか前シーズンの MK もそうだけどリロードがさ毎回長くてさ、リロードが毎回長くてさ、そのリロードできてないことが多いんだよな最近。まあいなそうだね。まあそうだね。まあディオのことって言ったらまあちょっと話すことがまあ2つぐらいあるんですけど、まあ悲しい報告の方から話さないと全然辻褄が合わなくなるから、まあそっちから話すんですけど、まあまず、まあ単刀直入に言うと、ボブ君とデュオ解散しました。はい。まあこの前ね、デュオの固定は今シーズンはボブ君と組みますみたいな動画を上げたと思うんですけど、あの後ね、ちょっとデュオ解散したんですけど、まあ結構ね、やっぱいろんなね、憶測がね、やっぱ立ってくるんですよ。言わないとやっぱ理由を。普通に俺がめちゃめちゃなんか今シーズンクソやる気があって、もうリプレイとかもめっちゃ見て、もう毎日スクリーム行って、もう本当にやる気がやばくて、俺今シーズンのそう、俺がそのやる気がありすぎてもう練習ずっとしたかったんですけど、ボブ君がなんだろう、あんまりになんだろう、その練習時間っていうか練習のあれが合わなくて、モチベーション的な問題かな。モチベーション的な問題で合わなくて、練習あんまできてないっていうのもあって、まあ、デュオキャッシュがあんまり調子良くなかったんですね。大会の成績があんまり良くなくて、練習の時間が合わなかったプラス大会があんまり調子良くなかったっていうのが、まあ解散のきっかけですかね。俺天才じゃないから、やっぱ毎日毎日スクリーム行かないとやっぱ忘れちゃうんですよね、その感覚っていうかあれを。ボブ君時代めちゃめちゃ上手かったんだけど、そうっすね、その練習がどうこうっていうので解散しましたね。別にね、その練習しねえから嫌いとかそういうわけじゃなくて、普通にお互い頑張ろうっていう感じのねメッセージを交わして円満にね、解決したんで、まあ、そこの辺はね、まあ、今後ボブ君とねまた遊ぶ動画とか全然上がると思うんで、まあね、そこの辺は楽しみに、してくださいということで、まあ、そしてね、
そして、まあ、次なんですけど、まあ、デュオはどうするのっていう思う方いるかもしれないんですけど、この動画の前には上がってるかな。はい、プレダーさんとデュオキャッシュ出てたと思うんですけど、はい、僕は今シーズンプレダーさんとね、組みます。はい、また GW デュオですね俺はなんか俺毎回 GW と組んでる気がする。最近ここ何シーズンかずっと GW じゃない俺。ちょっと待ってね。ビームがまあ強い。これあ、そうですね。まあフレダーさんと組んだ経緯なんですけど、まあそうですね、まあデュオキャッシュがあんまうまくいかなかったっていうか予選落ちちゃった日ですね。まあどうしようかなって思ってたんですよね、自分の中で。あ、なんか飛んできてんな。でその時にまあ、ちょうどね、ゾーンを誘われて、ゾーンを誘われて、3v3 やってたんですけど、そこでなんか、フレダーさんとちょうど仲間になって、そこにフレダーさんがいたんですよ、メンバーの中にね、たまたま。で、まあ、デュオどうなんみたいな話になって、ちょうど仲間になった時に。なんか、飛びすぎ、大砲やばい。で、なんかフレダーさんもあんまくいってないみたいな。で、俺もあんまうまくいってなくて、まあ、どうしようかなって感じのデュオ考えてて、やってみないみたいな。やってみないっていう感じで、あ、じゃあやってみるかっていう感じの、あれですかね。で、僕に、あ、やばい。他の人と試してみてもいいみたいな感じで。もうそのままだね。そのまま DM 送って、いいよみたいな。あー やばいそれ危なっ。どこにいるの。OK で試すことになって、まあ、試して組んだみたいな。じゃあ次のデュオキャッシュ出るかみたいな感じになって出たって感じですね。まあもともとね、フレダーさんとは試してて、ボブ君と組む前も、何回かね、一緒に試してたんですけど、まあそんな感じですかね、僕とフレダーさんは。屋根が変なのあってさ。まあ、そんな感じで、まあ、今シーズンのデュオは、フレダーさんとね、頑張っていきたいと思うんで、よかったらね、応援をお願いします。もう毎日ね、もう毎日8時、夜の8時から12時ぐらいまで、もう毎日賞金付きいってるから、もう2人ともヘトヘトなんだけど、結構ね、もう最終日はだんだんね、仕上がってきてるので、もうちょっと FNCS まで練習して、多分練度高めれたら、全然ね、本当に1位狙えると思うんで、応援よろしくお願いします。ということで。まあ、そんな感じかな今日の動画は。はい。あとは、ちょっとビクロしたいんだけど、キャバンアンチはちょっとね、嫌なんだよな。あ、絶対アリいるやん。行こう。100いるやん。な、お前さん。いますよね。あ、いました、こんなか。ハロー。そしてなんか撃たれました僕は。
外しました。あぶね。あぶねえ、 SMG 一点で死ぬ体力かと思ったら全然倒せなかった。死んだかと思った。どうもどうも、今日も元気にやっていきましょう。ビーゴロー、やったね。チャンネル登録高評価お願いしますということで、 FN シスもう始まるんで応援のほどよろしくお願いしますということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。